あんまり線を重ねたくないっていうのも、そのペン入れするとき線迷っちゃうのが嫌で、だからなるべく下書きできっちり形作って、もうなぞるだけっていう状態にしたいというふうには思って書いてます。難しいポーズとかになると、当たりはつけたり線重ねて試行錯誤したりはするんですけど、立ち絵だったりバストアップだったりとかだったら、まあそんな複雑でもないんで、ささっと描いちゃって時間を少しでも早められるようにっていう感じです。本当こういう何気ない絵だったりとかはそれでできるんですけど、原稿で表情とか、さっき言ったアクションとちょっと動きがあったりすると、どうしてもそうはなります。あと時間もないから焦るとさささと書いて変な線描いちゃって、で線重なっていっちゃう時もあるんですけど、まあこういう落書きって言っちゃちょっとあれなんですけど、ぐらいなら何も気にしないでいいので、逆に描けるっていう感じ。鉛筆の線とペンの線、太さが違うじゃないですか。だからちょっとでも線が太くなると、なんかここを引けばいいのか、ここを引けばいいのかが迷ってしまうので、なるべく完成状態と同じものが描きたいって感じです。あーでもこれはかなり雑な方なんで、またペン入れの時に細かく調整していくって感じですね。だいたいこんな感じっていう基本の線だけは下書きで取っといて、ディティールをペン入れでつけていくっていう。ペン入れがちょっと僕遅いんで、そこで辻褄が合う感じになります。まずいじゃないですか。普段使ってる道具が丸ペンなんですけど、今ペン入れしててやっちゃったんですけど、乾いてないところに手を置いてビッてインクがかすれちゃうの、よく未だによくやるんで、そこを気をつけてるのと、あと丸ペンってあの下ろしたてだとかなり細い線になっちゃうんですけど、線が細くなりすぎると絵の力が弱くなっちゃうので、なるべく線輪郭とか太く取って力強い感じを出そうとしてます。筆圧がすごい強いので、Gペンで引くと細かく描きたいところも、こういうとことか本当は細く描きたいんですけど、Gペンだと僕の筆圧だとなんかどうしてもゴリッと入っちゃうんで、で丸ペンの硬さが一番自在に線が出せるかなっていうの、前の連載の時に気づきまして、そこからずっと丸ペンです。特にないと思います。今どっから描いたか忘れちゃった。輪郭から描いたり髪の毛から描いたり、でも基本顔なんですけど、それは構図とかにもよって変わっていくと思います。基本あんまりホワイトはあんま好きじゃないというか、絵に入れたくない。ただこの絵もちょっと失敗したりしてるんですけど、その失敗がバレないように他で帳尻合わせてごまかしてる部分はいっぱいあります。どこだろう、基本全部失敗してるんですけど、例えばここの脇の線とかちょっと異様に太いんですけど、
まあ、カラー塗るってのもあるんですけど、一応影ってことにして、首に影ついてるから、まあ、影でいいだろうって。本当はここで決めたかったんですけど、最初こっち行っちゃってあーって潰しました。じゃあ塗ります。その前にまずちょっとゴミがくっついてるのを取ってきます。さっき手でインクこすっちゃったとことかもパソコンで取れちゃうので楽です。肌色塗ったら肌色って名前をつけて、レイヤー分けてまた別のとこ塗ってきます。まず色を適当に乗っけて、それでもうそのロックをしちゃうとそこだけしか塗れなくなっちゃうんで、適当に色をつけた後に、薄い色とかだとはみ出してるとちょっと見えなくて塗ってるとこ分かりづらかったりするんで、最初に、本当はこのブレザーもっと淡い色なんですけど、見やすい色塗ってから色調整したり、はみ出してるとこを取ったりとか、本当はもっと効率的なやり方あるんですけど忘れてしまったので、今非効率なやり方をやってます。特に決めてないですね。本当僕の手が遅くて仕事が用意できないとか、そういう時は掃除とかしてもらったりはあるんですけど、別にそれも取り立ててルールを設けてるわけではないので、強いて言えば挨拶をちゃんとしようぐらいなもんでですかね。本当自由にやってもらってます。ただ雑談とかテレビとかでなんて言うんだろう、 DVD とか流してそれにちゃちゃ入れてみんなでキャッキャやったりっていうのを毎週やってますね。ああその辺はなんか7でっていうか、なんかすごいドガーンとかなってるとパッと見てなるほどねって言いながら作業に戻ったり、だ基本セリフが多い映画を流す気がします。あとはもうみんな知ってるストーリーラインを知ってるようなやつで、これ面白いよねって言いながらって感じですね。山田洋次監督の学校15歳、これいつも仕事場で流してみんなで癒されてます。結構本誌でも塗り方を決めてなくて、アニメ塗りの時もあれば厚塗りの時もあるしで、まあ、なるべく地味にならないようにっていうのは気をつけてます。結構気を抜くと暗い色を置いちゃうので、自分がいいと思ってる色より気持ち明るめに色はつけてます。立体を意識して入れないとなんかよくわかんない影になっちゃうなとは思うので、うん、だから立体感を出すための影を意識してます。してるかななんて言うんだろうな、正確な影がついてるわけじゃないんですけど、多分嘘まみれの絵なんですけど、なんていうか気持ちいいとこにポンって置いてあげられるように反復練習とか、いい絵を見たりとか、もちろん実際にどう影当たるのかなとか手とかいろいろ見たりして、僕の場合は反復練習でとりあえず数をこなしました。こうしたのはもう本屋行ったらほとんどの漫画がデジタル彩色でパキッと綺麗な表紙ばっかりだったんで、で意外ともう
ジャンプでもアナログとデジタル塗り半々ぐらいになってんのかなってなぐらいで、で僕はまあもともと色塗りが上手くなくて、どうしても地味な絵になっちゃうので、デジタルだったらパキッとした明るい色も普通に入れれるし、でデジタルの方が手に取ってくれるんじゃないかなと思ってデジタルにしました。メリットはやっぱ試行錯誤できるところはすごいいいですね。やっぱり塗り直しが効くのがすごいいいです。ただパソコン苦手なんで苦労はすごいしましたね。全然操作が分かんないのを得意な友達に教えてもらったりして、それでも覚えれなくて紙に書いて、最初の頃はその紙見ながら分かんないことがあるたびにペラペラめくって塗ったりはしてました。基本パキッとアニメ塗りなんですけど、ズボンのベタの感じがいい感じに入ったと思います。何も参考にならないかもしれないですけど、好きなように描いたらいいと思います。結局理屈こね回して作ったりしても面白くできる人とできない人がいるんで、だったら面白いもの描くなら自分が面白くないとダメかなとは思うんで、だから好きなもん描いてください。そんだけです。